とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略ですね。今シーズン長いです。で、1階がね、一番難しい。1階が一番難しいです。エンチャントで働き鉢を入れてると、まあちょっとはマシになります。よしよし。このね、蜂が出るか出ないかによってだいぶね、難易度がね変わるんですよ。で、極力、エンチャンターは先に。ちょっと待って待って待って、アイテム取ってるからもうアイテムを取った弾みに攻撃をしなくなってた。まあ、そういうのも注意しながら行ってください。まあ、とにかくエンチャンターと、クリーパーがむちゃくちゃ出ます。注意していってください。まあ、まずはクリーパーだね。クリーパーをうまいこと、爆破して、でエンチャンターを潰していく。まあ、そんな感じですね。はい。で、ここでバーストクロスボウを取っていってください。まあ、そんなにね、強くはないんだけども、初期弓よりは断然使いやすいです。使いやすいし、やっぱね、矢がね結構出やすくなってるので、最初安全に戦うことができます。 OK。 やっぱね、この凍結になったりするとね、めんどくさいですもんね。なんでここを、よし、あぶね、弓で倒していけるとだいぶ楽だと思います。はい、次で、ここで星なき夜ですね。まあ、使いにくいっていう人もいるかもしれないですけども、まあまあまあ強いのでいいかと思います。で、働き鉢は絶対です。で、エコーでもいいんだけども、俺ね、火属性でもいいかなと思いました。ああ。確かにエコー強いんですよ。エコー強いんだけども、火属性の方が、今回はちょっと倒しやすいかな。そんな気がします。蜂出ない、蜂が出てきてくれない。でもまあまあ大丈夫でしょう。よっしゃ、はい、あと上に何体かいておしまいですね。はい、いや、もういい感じに出てきてくれてます。で、ここでゴーレムですね。ゴーレムがあると、まあまあまあそれなりにダメージ与えてくれるし、タンクにもなってくれるので安心ですね。 OK、 倒してくれ。よし、ナイス。ある程度ね、ここら辺を減らしてしまって先に進みましょう。まだ敵が出る状態でね、先に進んでしまうと後々面倒になるので、しっかりとね倒してから先に進んだ方がいいです。はいはいはい。で、あとこっちでおしまいかな。4回クリアでーす。で、ここでバジーネストですね。まあ、あればいい。便利なやつっていうのはどんどん取っていった方がいいよね。5回別的多くないです。むしろ少ない。あっち側は蜂たちに任せて大丈夫じゃないですか。 OK、 矢が出てきてくれた。倒した。終わりかな。はい、5回クリア。次に行きましょう。報酬なしです。あ、で、エンチャントをね、入れていきましょうね。火属性を、最大です。蜂は1のまんまでも構いません。よっしゃい、いいね。でもね、この蜂がね、序盤かなりいい感じ。よし、そんなに
で敵も多くないし、蜂だけで結構減らしてくれます。よし、ということで6回クリアです。で、傭兵を新しいのに変えていってください。で、傭兵でまずは雪玉です。雪玉で、もう一つを、クールダウンかポーションバリア、まあ、好きな方でいいと思います。しゃ、これはよし、ポーションバリアの方を最近は入れるようにしました。やっぱボスの時ちょっとね、耐久が欲しいなと思ったので、ポーションバリアがあれば安心ですね。終わり、7回クリアです。まあ1回が本当ね難しくて、あとはそうでもないので1回だけ頑張りましょう。で、ここブラストです。うまいこといけばブラストでノビを、一発で落とすことができるのでお得です。まあまあたまにですけどね。で、ここで傭兵を反逆者に変えていきましょう。攻撃速度が上がります。はいはいはい。で、忘れずに雪玉をあげてくださいね。雪玉はね、もう3と1じゃ性能が全く違うので必ず入れるようにしてください。で、ここもなんか敵の出方がねちょっと特殊な感じです。 OK、 回りましょう。今の感じで、あぶね、クリーパーがワンパンでもう倒せないんですよ。で、この2発目っていうのがちょっと当てにくいので、ここに火属性があると倒せることが結構あるので、エコーよりもこっちの方がちょっと使いやすいかなと今回は思いました。で、パワーシェイカーですね、バジーネストと交換していきましょう。で、プレステ版は右の方から倒します。スイッチはね左の方からかもしれない。よし、あー、ミスった。よし、どうだ、ダメだ。あー、やっと落とせたやっと落とせたよ。あー、で、忘れてた、ここでね、ポーションバリア入れてきてください。うん、まあ今のは大丈夫だったんですけど、結構ね、HP がギリになることがあるので、ポーションバリアを入れてると安心です。はい、OK。10回クリアで、バーストクロスボウを新しいのに変えておきましょう。ゴーレムの HP を更新しておくのもいいと思います。うん、まあまあ俺は時間がもったいないのでしないんですけども、まあ HP マックスのゴーレムの方がいいんでね、時間があるときはやってこいってください。よし、 OK、 終わりかな。いや、まだいた、やられてる。10回クリア、ここは何もいりません。おっと、で、雪玉3ですね。雪玉は必ず3にするようにしてください。よし、 OKOK、 落とせ。上も倒していきます。 OK。 で、あとここはパワーシェイカーつけて一気に叩きます。よし、もういいって、ゴーレムいいって。で、12回クリアです。何もいりません。進みましょう。で、おっと、ポーションバリアですね、入れておきます。しゃ、
で、今回別に敵少ないので先に開けておいてもいいと思います。その方が、まあ、数秒間だけども早くクリアできるとは思いますよ。よし、 OK、 終わりかな。おお、トライデント、はい。で、ここで、まさかの、斧です。こっちでもいい、虚無でもいい、うん、あのね、雷の杖取ろうと思ったんだけども、こっちの方がね、いいです。雷の杖ね、別今回いらない。うん、テンペストゴーレムを戦う時にあの高ダメージ欲しいんですけども、雷の杖じゃなくていいです。ちょっとお前逃げるだって、えらい逃げたな。よし、OK で倒しに行きましょう。回ってね、よし。ネクロマンサーが結構鬱陶しいんでね、パワーシェイカーを使って一気に行きたい。よっしゃ、 OK、 いいんじゃない。後ろだとちょっとね、あの攻撃速度の問題で倒しにくい時あるんですよね。はい、でパワーももう少なくなってるし、終わりだ。え、まだなんか迷子になってるやつがいる。こっちか、なんか迷子が一人いる。あー、いた、多分こっち側に出たんだろうね、下の方に。でそこで見えてなかったって感じか。こうなると若干ね、30秒ぐらい時間をロスするので嫌な感じです。でここ何もいりません。でここで、防具をあげます。防具ですね。で防具は、雪玉さん、ポーションバリア3、この状態にしておいてください。でここでパワーアップさせて、これを、最後まで着ていくっていう感じですね。臆病がついたな、臆病がついた。ああー、とう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 、武器にエンチャント、入れておきましょう。おすすめは、毒の雲ですね。あと弱体化もあればまあ十分じゃないでしょうか。この武器ももうちょっとしたら買えるので、まあ、ここのね、草刈りがしやすいように、エンチャントしておいてください。おそらく毒の雲が一番、草刈りはしやすいと思います。でここはパワーシェイカーをつけていきましょう。 OK、 いいんじゃない。でこのね、雑魚が鬱陶しいのよね。いやいやいや、いけ、あ、いた、あ、いた、いた、いた、でも大丈夫、商人でパワーアップさせてるし。おお、固まった固まった固まった。武器もそれなりに強いので大丈夫ですね。あ、桃を毒状態にする、へえ、そんなのあったんだ。よし、でここを倒しておしまいかな。はい、16回終了。んでここで愛のメダルですね。愛のメダルはね、俺絶対いると思います。ブラストだけと交換。ゴーレムの方がパワー少ないじゃないと思うかもしれないですけども、ゴーレムはね、ここでタンクになってくれるので使えるんですよね。あ、やっぱね、タンクいた方が断然いい。あぶねえ、いけ、ちょっと待って、お前ら逃げないで。で、お
倒しておしまいかな。はい、なかなかめんどくさいところだけどもクリアです。でここでサイスを取ってください。まあ、どっちでもいいと思います。うん、どっちでもいい。俺はサイスの方が火力があるので好きですね。でエンチャント入れていきましょう。衝撃波は絶対に必要です。でそれプラス雷でいいと思う。で、あとあと、謎の共鳴を入れてあげると完成ですね。まあ、完成前にまた次の装備に変わるとは思うんですけども、まあ、とにかく衝撃波が入ると威力が全然変わります。イエイ、いいね。タワーでのこの衝撃波の強さよね、めちゃくちゃ強い。はい、18回おしまーい。でここで弓を変えます。ハープーンですね。ハープーンにしておいてください。え、ゴーレム変えないのと思われがちだと思うんですけどなんて言ってんだ。ゴーレムはもう後々使いません。うん、なので後々も結構使うハープーンにしていった方が、いいかなと思います。危ない。後々はね、よし、ゴーレムはあれに変えます。ドラ、ドラの方が断然使えるのでこっちの方がいいんではないでしょうか。でここちょっとね遠目からハープーン振ってあげると安全です。意外と敵多いんでね、ハープーンがあるといいです。よいしょ。ではあと奥の方ですね。結構敵が多いので愛のメダルをまず使ってあげて暴れさせるといいです。よっしゃ、いけ、いいね。どこ、あー、ここか。どれが敵か分かんなかった。で19回おしまいです。でここでこれテンペストナイフ、まあまあほぼ使わない武器ですけども、ここは変えていってください。何かっていうと虚無です。虚無、これでテンペストゴーレムを、早く倒すことができます。まあ、これとプラスで働き鉢を入れてあげてください。で長弾ね、うん、長弾があると全然違うので、まあ、とにかく虚無さんです。虚無さんです。でもこのスピードバーストね、意外と使いこなすと気持ちいい。倒した後にぐっとスピードが上がって次の敵に進むことができるので、なんか面白い立ち回りができますよね。 OK、 いっけ、ナイス、終わりかな。なかなか面白い武器ですけどね、もうちょっと強ければよかった。でここでドラです。ドラとゴーレムを変えます。 OKOK、 ここちょ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 い、こいつが出てくるので愛のメダルでうまいことやっちゃってくださいよ。ラビジャーがほんと鬱陶しいんでね。 OK、あー見つけた。なんかようわけわからなくなってる。よし、 OK、 危ない危ない。ここ本当ね風使いが鬱陶しいのよ。倒した。もう風使いが本当にうっとい。なんで遠目からね、ハープーン打ってあげればまあ大丈夫だと思います。 OK、 いい感じで上にあと1体かな。はい、ここちょっと難しいかもしれないね。んでここで、地雷です地雷、これで、ボ
スをサクッと倒したいところですね。愛のメダルと変えていきましょう。はい、もうこいつ嫌いなんだよな本当に。いったこと危ない危ない。ナイス、よし。とにかくね、敵のダメージに気をつけてください。マジで嫌なやつらなんで。で、やり方はまあまあご存知の通り、コムですね、コムに適応して、よし、で地雷を当てる感じですね。まあワンパンではないですけども、それなりに早く倒せるので、いいと思います。はい、ちょっと待ってくださいよ。まあギリギリまで減らします。このぐらいか、いきます。よっしゃー、まあ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 、こんな感じでやっていきましょう。ちょっと待って、お前ら嫌な場所におるな。 OK で、次で、倒せますね。あ、もうちょっと爆発早くなかった？よし、あのトラックほんとうっとうしいですよね。 OK で、次で倒せるので、まあだいぶね、時間は短縮できてるかなとは思います。はい、まあ、通販です、うん。まあ、普通に倒すよりも半分以下の時間ではいけると思います。はい、でここでソーブレードに変えてください。ソーブレードで商人で上げるのはパワーシェイカーです。このソーブレードとパワーシェイカーのセットで、敵をバシバシと戦っていきましょう。いきまーす。あ、エンチャント入れるの俺忘れるな。エンチャント入れてくださいね。クリティカルと、虚無もしくはリフレッシュでもいいかなと思います。うん、まあ俺は虚無を入れてますけどね。全然リフレッシュでも安全にいけるかなとは思いますよ。でここもね、結構敵が湧きます。結構湧く。よし、なんでこのね、敵もね湧き終わるのを見計って先に進むようにしたいとこなんですけどね。でもね、なんかね変に湧いて、こっち側、この橋からこっち側に渡ってくるやつがいるので、あ、ほらほらほら、こういうやつ、こういうやつが、ね、迷子になってるのよね。 OK、 いきましょう。ナイス。ちょっと待って、こういうやつも迷子になるんだよな、すぐ。よし、 OK、 いいんじゃない。強化されたパワーシェイカーはマジで強い。お前が最後だ。うっそ。ああ、違う違う違う。あいつのトラップがまだあったっていうだけね。で24回、ここ何もなしです。もうソーブレードで行ってください。冗談もしくは、武器でもいいです。はいはいはい。あっ食らっちゃった。よし、強化された冗談をなめるなよ。
よし、オッケー。あぶね。よし。食らうね。でも、ポーションバリアがあるから大丈夫。よし。はい。おお、ナイス。矢がナイス。こっちから行くか。おお、また矢が出た。ナイス。いいね。まあまあ、こんだけで十分ですけどね。待って、どっかにいる。いた。今回結構迷子が出るな。迷子は極力出したくないんですけどね。はい。で、ここで、アップドラフトと地雷を変えましょう。うん、地雷よりもアップドラフトの方がダメージ若干増えて、さらに使いやすいと思うのよね、アップドラフトの方が地雷より。なんで俺はそれをおすすめします。まあ地雷が使いやすいという人は地雷のまんまでも火力はそんな変わりません。よし、はい。雑魚ばかりです、ここは。危なあ、でもいい感じに倒してくれたら固まるね。オーケー、いいんじゃない。ちょっと待って、変なとこいるな。で、矢が出た。400ありゃ十分ですね、うん、いい報酬も出る可能性がある。で、ここでスケールメールに変えてください。うん、耐久力も上がるし、まあ一応攻撃力もね、20% から 30% に変わるので、ダメージも上がります。で、ソーブレードだったら、攻撃速度は遅い方がいいので、こっちの方がいいと思います。確かソーブレードはキノコと相性がすごく悪かった気がするので、うん、まあまあ反逆者で攻撃速度が上がったとしてもそんなにね変わりないもんな、体感。うん、それならばよし、耐久力を上げていった方が。落ちろ。あー、落ちなかった。絶対落ちたと思ったんだけどな。もう盾をぶっ壊してからアップドラフトを入れたい。終わりか。はい、27回終了。何もいりません。あ、おーおいおいおい、エンチャント入れるのすぐ忘れるな。あのね、いいエンチャントこれついてないんですよ。ついてない。なので霊気だけ入れておけばいいと思います。霊気だけで OK です。よし、いきまーす。で、ここ特に問題はないでしょう。強い敵もね別に出てこないし、なんかタワーガードとかね、そういうのが出てくればちょっと注意しなきゃいけないんですけど、ここになしですもんね。オーケー。多分めちゃくちゃ出るな。来た。オーケー。で、これで最後かな。終わり。当たらなかった。ああ、お前か。迷子が多い、今回、ほんと。時間かかるから嫌なんだよね。で、コグクロスボウを変えましょう。コグですね。で、エンチャントは、追い打ちとパワーでいいと思います。
コブでね、ワンパンでバシバシ倒していけるんでね。おお、ワンパンじゃなかった。ああー、なるほど、そうかそうかそうか、反逆者だったらワンパンだったけど。OK、 でもまあ問題はないです。よし、ちょっと出てきて、あと2回ぐらい出てきておしまいかな。やっぱ電気もね、そこそこ役に立ちますよ。はい、最後多分これで終わり。うそ、あと1回だったか。終わり、29回終了。頑張れば30分以内いけるかなっていうところだと思います。で、ソーブレード変えてください。最後は速攻で倒します。トムクリティカルですね。あと重力で、大体同じ場所に、2体同時に出るので、そこにドラを使ってパワーシェイカーで一気に倒しましょう。できればイリュージョナーを先に倒したい。 OK、まあまあ同時に倒せると思います。プレステ版はね、スイッチはなんか離れて出てくるとかもあるかもしれません。それちょっと分かんないので、はい、まあとにかくパワーシェイカーとドラを使ってイリュージョナーを速攻で倒しましょう。では報酬を見てみます。どうだ、微妙。あー、衝撃2が3だったらね、よかった、まあこんなもんでしょ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。